境部内親王は、四季の王子の王女、公認天皇のイボ姉、長新王の子、文屋の王一の妻との説がある。隠れ伝によると、内親王は、天、総高次ぐ天皇のイボ姉なりとあるため、公認天皇よりも年上であったことは確実である。正務朝の天平十一年、部位から十四人下を授けられる。公認朝の放棄元年十一月、衣縫い内親王 南波内親王、野戸内親王、渡るつとむま内親王と共に内親王となり、四品を授けられる。法規五年十一月、公認天皇は、堺部内親王の邸宅に行行し、分野の大市が十二位から正二位に少女し、内親王も三品を授けられている。このことから、分野の大市が天皇に故障し、堺部内親王台へ出かけたのか、 あるいは、林陸老の説によると、内親王が王一の妻であった可能性が問われている。翌日、王一の目かけも外中五位下を授けられているため、王一が内親王宅で、けを伴い、奉仕したことは、間違いない。放棄9年5月、皇居、一シリングの王が、もごとを看護した。奏霊に用いるものは皆間から支給され、 天皇はこのために朝をやめることが3日間続いた、という、ありがとうございます。